はい、お疲れ様です。明日、あさって連休です。で、まあ普通にまた、なんだ、2日だけなんですけどね。で、K110 なんですけど、昨夜レックスのね、150のサーボの、ギアを交換してたんですけど、エルロンとね、エレベーターじゃなくてピッチ、エルロンとピッチサーボのね、ギアが2個ともね、欠けてましたんで、予備のね、ギアが1個しかなかったんで、ちょっと今飛べない状態です。で、レックスね、毎回ギアだから、もう金属ギア、車外の金属ギアに変えようかなと思ったりもするんですけど、確か結構な値段しますよね。とりあえずちょっと、考えてみたいと思います。で、最近全く、練習できてないんで、ちょっと背面の練習をですね、本当ならね、シミュレーターでもね、練習すればいいんだけど、いいかな、これ。最近ちょっとね、自分の部屋に上がるのが遅いんですよね。もう上がったのはだいたい11時ぐらいとか。はい、じゃあ、アイドラップ入れて、背面。お、やべ、これテール流れるな。またと、あべ、テール売ってないのに流れる。あ、流れる。なんでだろう。この前まで良かったのにな。あ、これはちょっとあれだな。また練習できないな、これ。ある意味テールが、急に変な方に向いても対処する練習かな。トンボがえらい邪魔してくるな。どうしよう。とりあえず、テールが落ち着かないんでね。とにかく背面のね、練習しないと、また一からになってしまうんで、せっかくね、ある程度飛ばせるようになったのにね、また飛ばせなくなるのはちょっと、ワンコの匂い、ワンコの声、対岸から聞こえるの。とりあえずね、今、バックの直進してるんですけど、なんかテールはふわふわと、いつどっちに向くかちょっとわからない状態で、意識しながら、練習してます。で、またね、周りに人が来ないか、ひょこっとね、いつの間にか歩いてきてたりするんで、で、今日はちょっと電池2本しか持ってきてなかったんですけど、まあ、あましね、長居もちょっとできないんでね、いつも。で、さすがにね、M2 は一応飛ばせる状態になってるんですけど、まだ慣れてない、背面にね、背面飛行に慣れてないところに M2 を持ってくると、落とす確率の高さがちょっと厳しいかなと。これちょっと今アイドラップしてんだけど、回転数ちょっと低くなってる気がするな、前より。前もっと元気だったのにね。はい、直進大型インで、ちょっと、旋回っていうか、まあ、周回、苦手な、右回り。トンボがついてくる。
気温はね今ちょうどいいぐらいかな、ちょっと涼しくなってきた感じで、今日は、会社はね、39度、出てました。もうほんと、今年最高の温度かな。タイマーが2個目鳴ってると思うんですけど、今んとこ機体の、回転落ちはそう感じられないんで、多分まだ大丈夫かな。このねテールの不安定、あ、そっか、テールモーターまだ変えてなかったな。まだ注文もしてないしね。案外テールモーター高いんですよね。はい、右回りばかりしてると、変な癖がつくんで、左回り、左は案外、慣れてるから、慣れてる。もうそろそろかな、電池。スピード調整、いいよね。このねまったりした時間がいいんだけど、そろそろ電池交換した方がいいかな。今後ろからの風がだいたい1メーターぐらいかな、そよ風程度であんまし影響ないぐらい、結構、強弱のない、いい具合のね、急に変わったりしないんでね、はい、大方いいですね。はい、今度は一苦手な前進の直線するか、前進、ああ、やっぱエレベーター、あ、なんか虫が。前進の直線、エルロンは一緒なんだけど、エレベーターがちょっと、バックとは逆になって、なんだろうな。ダウンを入れると、アップで前進、ダウンでブレーキ。でエルロンは変わんないんだけどね。あ、そろそろやばいかな。もっと危ない。あ、危ねえ。ダウンでブレーキ。戻す。お、やばい。ちょっと戻すか。なんとか戻った。もうこれ回転がやばいよね。ちょっと上りが苦しい。はい、ちょっと電池がやばいかな。あ、落ちた。はい、マイナス4分。マイナス4分 ?3 分。7分。7分は長いな。アイドルアップ7分は長いけど、まあギリギリ、落とさずに済んだ。で、今んとこマストのガタはなしと。で、録画確認。あ、OK。大丈夫。録画もちゃんと、されてます。7分。バッテリーはまあ、ちょっとあったかいぐらいかな。はい、もう一回。で、これをこの前ね、ダンパー交換したんでね、グリップのガタがないか。で、マストはね、カーボンのまま、2本目のカーボンですね。最初のちょっとね、もうふにゃふにゃになるほど折れたっていうか、まあ落としてしまったんでね。はい、でもほんとこれ、サーボのギア強いよね。はい、いいかな。はい、タイマー。録画の方は OK です。はい、今度は何練習しよう。
ノーマルはね、そうそう、ちょっと、いいか、いいな。アイドラップ。あ、今度また回転数全然違うな。回転が、ピッチが強いのかな、どうなんだろう。さっきよりか、あ、やっぱし今テール回った。あの回るのがちょっとわかんないな。それともあれかな、メインの基盤がやっぱし何回も落ちてるから、そろそろ交換時期なのか。うん。急にね、くるっと回ったら本当どうしようもないしね、間に合わないもん。どうしよう。とりあえず今ちょっと回ってしまったんで、この流れで。とにかく背面のね、いろんな方向に慣れていかないと、上達していかないと思うんでね。デルタさんです。アップフリップ、ダウンフリップ、アップ、んダウン、アップ。対面のね、ダウンって結構怖いんだよ。ピッチ抜きですよね、やっぱし。ピッチ抜きが、こっち向きって本当、あれだな。でも、今までね、こう、ケツホバー、すごい苦手だったんだけど、もう今は、ケツホバーはもう本当、全然怖くないし、側面もね、特に、うん、怖くないな。その対面のね、あ、危ね。対面のダウンフリップはさすがにちょっとね、距離を持たした方がいいかな。対面のアップフリップ、うん。で、エルロ戻しと、エルロンフリップ戻し、うん。だいぶ、うん、慣れてきたかな。ただテールもね、最初はちょっと悪いんだけど、今は案外抑えてる感じかな。うん、やっぱりレックスのね、1号もあるほど回転っていうかパワーはないかもしれないけど、まあ1セルなんでね。でも、うん、維持費的には安いです、うん。もう一個買ってもいいんだけどな。でももうね、盆休み入るし、もう来るのはもう盆明けでしょうしね。今タイマー何個目だったかな。明日は日曜日なんで、天気的には良かったと思うんですけど、来れるかな。先週は午後からだったしな。ちょっとここか、あ、やべ、トルネードに持っていこうと思ったけど、
あ、やべ、なんか気になる音が。ワンコの、ワンコだ。はい、ノーマル。よし、マイナス2分。ワンコの息継ぎでちょっと、気づきました。はい、一応、終了します。